米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は25日日本時間26日敵地カンザスシティカウフマンスタジアムで行われたロイヤルズ戦に1番 DH で出場3回に自打球で悶絶しながら直後に二塁打を放った4打数1安打でチームは7対0で敗戦 大谷は3回2アウト走者なしの打席には右膝付近に自打球を当てて悶絶トレーナーも駆け寄ったが打席に戻ると意地の全力疾走で二塁だとしたその後も試合出場を続け安打は出なかったが34打席目も立った米メディア KY3 ニュースでリポーターを務めるジェイコブ・サーソシモ氏は自身のツイッターに大谷翔平は先ほどファウルボールを膝に受け少し足を引きずっているように見えた その2球後にライトへ鋭い打球を飛ばし、二塁打でガッツポーズ。この男はとにかく変わっていると綴っている。米紙、ロサンゼルス・タイムズなどに寄稿するサラ・バレンズエラ氏は、これは痛そうです。大谷は太ももに自打球を当てた。それでも彼は交代せずに出場を続け、二塁打を放った。彼はまだその右足が痛そうに見えると驚愕すると,とともに、心配の声も上げている。さらに、米放送局、 KYTV でレポーターを務めるジェイコブ・セルソシモ氏は翔平・将兵大谷が右膝付近にファウルボールを当てて少し足を引きずっているようだったしかしその直後に彼はライトへの二塁打を記録した「この男はやっぱり違う」と大谷の奮闘ぶりを称えたここでは打たれたグリンキーだが最初の打席では見逃し三振5回ワンアウト満塁では一塁ごろに打ち取りここでマウンドを降りた 大谷との対戦は3打数1安打。米ミズーリ州地元中継局バリースポーツカンザスシティ公式ツイッターは試合後に大谷との対戦を振り返るグリーンキーの映像を公開した。どんな考えを持ち大谷と対峙したかを問われた38歳は良い投球をすることを目指した。私ができることは他にはない。彼は本当に良い選手だ。クオリティの高い投球を心がけた。 それが良い結果につながると思っていたと振り返っている。グリンキーは2009年サイ・ヤング賞投手で通算222勝を誇る。アストロズに所属し対戦した際には大谷に試合中話しかけるシーンも。グリンキーにしては珍しく敵軍の選手に話しかけたことが注目されていた。試合後、ネビン監督代行はボールが右膝付近の筋肉部分に当たった打撲だったと明かし大谷と話した中で。 大丈夫だだと言っていた彼は本当にタフだ明日目を覚ました時に痛みがあった場合は私に知らせてくれると思うと26日同27日に状態を再確認する見込みであるとした28日同29日の本拠地レンジャーズ戦では先発登板を控え2627日はロイヤルズ戦に指名打者で出場予定となっているが次戦以降の出場については彼に任せるつもりとした エンゼルスは25日日本時間26日敵地ロイヤルズ戦に0対7で敗れた先発のア・シンダーガード投手が試合を作るも7回には摂取もあり4点を奪われた攻撃陣も得点を奪えず米記者は「私が見てきた中で最悪の状況です」「アグリーゲーム醜い試合」と嘆きの声を上げた投打に制裁を欠いた 先発シンダーガードは6回途中6安打1失点とゲームを作って降板7回先頭の打球にレフトを守るアデルが飛びつくもグラブに当てながら補給できず二塁打でチャンスを作られると続く打者ベニンテンディのバントを2番手ループが補給できないその後ワンアウト1・三塁となると今度は3番テテペラが2連続冒頭で1点を献上その後も失点を食い止められなかったこの試合を終え チームは40勝56敗の借金16となり、1ヶ月ぶりの連勝はならなかったエンゼルス。米スポーツメディア、ジアスレチックのエンゼルス版サム・グラム記者はツイッターで、このイニングは容赦なく終了。守備、そして投手も悪かったと7回終了後に投稿し、試合後には、アグリーゲーム、醜い試合、トレード期限が近づいているシンダーガードは良い投球だったと投稿した。 エンゼルスは5月25日からひどい状況だ。他に言いようがない。開幕44試合は良かったことを考えると本当にひどいと、球団ワーストの14連敗が始まった時からの惨劇を嘆いている。フォロワーから、あなたが今まで見てきた MLB チームの中で最もひどいですか良い選手がいるのに、という観点から、と尋ねられると、はい、私が見てきた中で最悪の状況です、と断言していた。 米カリフォルニア州地元紙オレンジカウンティ・レジスターのエンゼルス版ジェフ・フレッチャー記者のツイッターによるとネビン監督代行は試合後大谷が右足打撲を負ったことを明かしたという大谷本人は大丈夫と話しているものの明日午前中に検査を受けるとも記しているエンゼルスの2022年シーズンは事実上終わってしまった日本時間7月26日現在チームは40勝 56杯の借金16点もゲーム差に意味を持たないが、首位アストロズと23.5ゲーム差、ポストシーズン進出は絶望的だ。大谷翔平とマイク・トラウトは、シーズンの約5分の3を終えた時点で早くも消化試合を戦うことになってしまったのだ。一体なぜ、このような事態になってしまったのか。端的に言おう、テリー・ミナシアン GM の決断がことごとく間違っていたからだ。まずはサク・オフの補強を振り返ってみよう。 この時ミナシアン GM は投手陣の補強に忙しく動いた。先発陣にはノア・シンダーガードとマイケル・ロレンゼン、ブルペンは FA になったクローザーのライセル・イグレシアスを4年5800万ドルで引き止めた上で、さらにアーロン・ループ、ライアン・テペラ、アーチー・ブラッドリーを獲得した。この6人の今季年俸はトータルで6050万ドル、チーム総年俸の約3分の1近くに相当する。では、 実際のパフォーマンスはどうか7月24日時点で計264回を投げて防御率は4.43この数字だけでもとても成功とは言い難いことは分かるが勝利貢献度を示すウォーではなんとマイナス0.1という衝撃的な数字が出ているウォーとはそのポジションに代替可能選手と比べてどれだけ勝利を上乗せしたかを示す代替可能選手とは 簡単に言えば最低コストで獲得できるメジャー最低辺の選手を意味するつまりミナシアン GM が6000万ドル以上もかけて集めた投手たちはトータルで 3A 選手と大して変わらないパフォーマンスしか見せていないということだもう一つの失策は言うまでもなくジョー・マドン監督の途中解任だ6月7日12連敗の責任を問う形でマドン監督の首を切ったミナシアン GM だが 公認に据えたのはそれまでメジャーで指揮を執ったことがないフィルネビン3塁コーチマドン監督下で27勝29敗だったチームは監督交代後に13勝27敗戦績を見ればミナシアン GM の判断が間違っていたことは火を見るより明らかだミナシアン GM にとっては自分が選んだわけでもなくしかも実績でははるかに格上のマットン監督は一緒にやりにくい間柄だったのは理解できるただ それを差し引いてもまだ借金にという状態で最優秀監督賞3回の名称を解任するのはかなりリスキーな決断だった。そして実際、その賭けは無残な失敗に終わった。大谷とトラウトの2人を中心に強いチームを作り上げるためのロードマップは見えている。7月12日、ミナシアン GM はそう強弁した。だが、サクオフの補強や監督交代劇を見る限り、 GM のコメントとは真逆の結果が出ていることは火を見るより明らか残念ながら現状ではこのオフの補強にもあまり期待できそうにない来る8月2日にトレード市場が締め切りを迎えるメジャーリーグ毎年のように期限ギリギリで大物スターたちが移籍するいわば夏の風物詩だが今回は大谷が注目を集めている2023年シーズン終了後に現行契約が満了を迎える大谷その去就は 党の本人が僕の気持ちというよりは球団がどうするかと語るようにいまだ明確な答えはないしかし球界で唯一無二の二刀流選手の去就に関する話題は現地メディアでも連日のように取り上げられている現地時間7月23日には MLB の公式ネットワーク番組 MLB ネットワークのジョン・モロシ記者が エンジェルスにトレード期限までにスーパースターを移籍させる計画はないと断言チームが大谷を残留させる意向であるとすっぱ抜いただがこれに相反するような報道も目立っている諸志記者の情報が出た翌日には米メディアジラスレチックのケン・ローゼンタール記者が今も複数の球団が大谷について問い合わせておりミナシアン GM が他球団の申し入れを聞いている段階だとレポートしているその可能性について 次のように説いた。エンジェルスが交換相手に求めているのは、ファームで育成下にある若手有望株ではなく、メジャーである程度の実績を上げている選手だ。できるだけ早くポストシーズン進出の目標を達成するために、彼らは見返りが十分に計算できる選手を欲している。シーズン中に行われるメジャーのトレード、特に期限ギリギリで実施される交渉の大半は、ポストシーズン進出の望みがなくなった球団が、 将来的な再建のために若手有望株を求める傾向にある。しかし、エンジェルスの場合はすぐにでも結果を残せる実力者を望んでいるという。そのため、ローゼンタール記者は、大谷のトレードがシーズン中に実現する可能性は小さいとも見ている。同メディアの敏腕としても名高いローゼンタール記者は、大谷を移籍させるのであれば、各球団がチーム編成を見つめ直し、 エンジェルスがトレード相手に有利な立場となれるオフシーズンまで起こらないとも指摘婚活中では MVP クラスの大谷に対する見返りをエンジェルスが十分に得られないという見解を示したトレードするしないにかかわらずこうした話題が尽きないところも大谷のスター性を物語る一例ともいえるそんな東大屈指のスーパースターの去就に関する興味はデッドラインぎりぎりまで尽きることはないだろうス Oh, got oh. it, got it, got it! 33!